さあアンヘルスの夜が始まります。さあ今からさあ今夕方のね5時半ぐらいですね、6時になろうとしてます。さあこれからがね夜の街、どうなってるか4年ぶりのアンヘルスになりますけどね、ちょっとねさあ皆さん始まりました、アンヘルスの夜ですね。さあこれから、一番私にとって一番ね、エキサイトな時間になってまいります。さあ当然足はですねウォーキングストリートの方に向かっております。さあ向かいに見えますマッサージですね、あそこの通りがですね、ウォーキングストリートになります。さあ皆さん多分ね、私が行くところはご察しがつくかとは思うんですけどね、まあ一応、これから始まる、動画を、ご覧になってから、またご意見といただければと思っております。さあここをね、まずよくねこちらの、バーですよね、カウンターでねずっと、通りのウォーキングストリートの様子が見えるんですよね。ここねここ夕方になるとねたくさんの方が座って見えますね。本当に何かね、物色してるようなそんなイメージ、あとね一人でね、飲んでる方もよく目立ちます。はい、さあ店内をね素通りしてきます。はい、さあウォーキングストリート、さあここがね有名な、夜のね繁華街、アンヘルスですね。さあまだ、明るいですね。はい、5時半ぐらいでしょうかね時間は、日が長いですからねまだまだ暗くなるのに、しばらく時間がかかると思います。さあこちらがね逆方向になりますけども、とりあえずですね、マクドナルドあちらの方面にねとりあえず歩いていこうかなとは思っております。さあいろんな店が立ち並んでおります。もうねオープンしてる店も何店舗かございます。さあ結構ね人通りが多くなってきておりますアンヘルス。さあウォーキングストリート今歩いている最中です。はい、昼間ね撮影した動画と全然違いますよね。この通りの人の多さ、昼間はね本当に閑散としておりました。もう朝なんかはね本当にシーンとしたもんですね。もうまさに夜の街、本当にですねそんな感じです。さあ軒並みゴーゴーバーがこれからオープンすると思います。はい、若者たちがねたくさんねもう本当に、もう国籍はいろいろですよね。本当にいろんな国の人からね、こうやって来てるような感じですよね本当に。さあ私が今おりますところはね、ウォーキングストリートの真ん中あたり中央あたりだと思います。はい、さあこれからですね、マッカーサーハイウェイ、マクドナルドですね、そちらがある方にですね今から歩いていこうと思います。前からですねよく通っている、ライブバンド、ウェスタンフィールというねお店があるはずですので、まあ一応ですね営業しているかどうかね、確認の意味も含めましてそちらの方に歩いていく途中です。さあやってきました、こちらがですね、バーなんですけども、ここ広くてですねもうとにかく夜になるとねたくさんの人がねこちらにね訪れていると思います。ビリヤードもございますし、あとですねたくさんのミュージックバーがですね立ち並んでおります。いろいろとねあるんですけども、私が行きたいのはねウェスタンフィールズといいますね、ちょっと年配の方向けのねライブバンドなんですね。ですから若い子たちはねあんまりそこ誘うと嫌がったりするんですよね。In the room, video, okay, video. Ah, video. Oh, you sing? You sing? I'm brother. Where you from? Japan. Japan, Japanese. What's your name? What's your name? Shima. You search Shima TV, my channel. Dan. Nice to meet you. What name? Dan. Yeah. Dan. Okay. Later. Later. Okay. さあこの店はね、アンヘルス来た時は必ずね寄ってますね。私過去にねこんな動画いっぱい上げております。ライブ演奏のですね、はい、健在でした。ウエスタンフィールズね、もう2017年に来たかな私、健在です。あ、2019年にも来てるか。ここは来てみたいんだけど女の子は嫌がるんだよね。おじいさんバンドって言ってね元若いバンドがいいらしいです。まあ静かだけど夜になると混み合うと思いますけどね。はい、先ほどのお店ウエスタンフィールズというんですけどね、もう本当にね昔のオールディーズ系のね、歌をですね演奏して歌って、そういうバンドが入っておるんですよね。まあ前ね、オーキッドインの、スタッフたちね、女の子たちを誘っていこうとしたらね、いやここは嫌だって言われましたね。もうねやっぱりおじいさんバンドとか言ってました。やっぱりね彼女たちは若いからね本当に。さあマクドナルドね、ここはもう定番で来ましたね。私もマクドナルド懐かしいです。前に走ってる通りがねマッカーサー通りです。マッカーサー通り、正面に見えますね車がたくさん通ってる通り、あれがですねマッカーサー通りですね。マニラから、こちらに来た時あの辺りで降りましたバスですね本当に。このマッカーサー通りをね右の方に行きますとね、今度またねライブバンドのねもう本当にたくさん立ち並んだとこがあるんですよね。これがマッカーサー通り。さあ人通りが多くなってきた。さあ日が暮れだすとねもう本当にね車だとかバイクねたくさんね交通量が増えてきます。さあ今日は火曜日です。火曜日ちょうどね向かいにバイクが並んでますね。こちらですね、そこでちょうどバス私が降りたところです。こちらがですね今トライシクルが止まっているところなんですけど、ここでねバス降りました。ですのでね、今回はね、本当にマニラからね、ダウ、バスターミナルじゃなくて、ここで降りると、本当に便利だったと思います。いや、このおばさんにね、なんかね、マネー神社聞いたらね、こっちこっちなんて言われるからね。まあ何気なくついてったんですけどね。遠いな。いや。どこ？あ？No. マネーチェンジャー。Danger. Over there. Huh? Over there, walking again. You tell me ATM. Oh, ATM. That's why. No. You tired na. Money changer over there. Changer, money changer. Right side, oh? I went to. Right side left. Right side left. No good. Why? How much?3,000 と600と50 peso。 Oh, Natalia, very far but big money changing. Okay. Oh. Nice? Oh, nice. How much today? No? In Natalia. Over there, Natalia. Money changer.I know, but very far. You walking very far. Very far. Oh. But good change money. 結局あのおばさん何言いたかったかよく分かりませんでした。なんかマネーチェンジャーね案内するだとかなんかいろいろ言ってたんですけどね。まあそれそれとしまして、さあ逆方向に今歩いてっております。この辺はねまだねあんまりね人通り少ないですね。奥の方がね賑やかしくなっております。圧倒的にね奥の方が流行ってるね。入り口付近はダメだこれ。周りは暗くなって、ネオンが目立つようになってきました。さあこれから夜本番、これからアンヘルスの一日が始まるでしょう。さあたくさん歩きましたね。もうねすでにね 2,3 軒もう覗いているんですよね。まあ、ただ覗くだけでね、ドリンクも何も飲んでおりませんのでね、本当に見た感じねどうもねお気に入りの子がいなかったんですよね。でねまたこれずーっと先の方までこれ歩いていくんですよ。結構ねアメリカ人が多かったんじゃないかなこの日は確か。まあね彼らとはねバッティングすることがないからまずいいと思います。まあ私もね信じられませんけど昔なんですけどね、アメリカ人の白人の若いねイケメンのお兄さんがねまあ黒人をねやっぱりアメリカ人って黒人が好きなんでしょうかね。もう本当にね夢中にね口説いていますからね。まあ日本人じゃ絶対選ばないようなね、タイプの人でもアメリカ人いっちゃうんですねあれ。本当にそういった意味ではねバッティングしないですね、欧米系とは、やっぱりね彫りの深い顔してる子はねどちらかいうとバッティングする可能性があると思います。さあたくさん歩きました。まあねとにかくね、様子見って言いますかそろそろねまあ1軒ぐらいは話の種にね入ろうと思ってるんですけどね、値段がねやっぱりこのメイン通りはねどこの店も5000ペソみたいです。で安いとこで特別にっていうところで4000ペソというようなことを言ってましたね。本当にね以前昔のことを思うと高くなったなと思いますね。であとね女の子もね昔の方がね、本当にいい子がたくさんいたようなイメージですね私の中では。なんと結局ドールハウスで決まり、そしてですね、若い娘じゃなくてですね制服着たスタッフですね、その人に声かけてしまってねその人と一緒にね外出することになってしまいました。ここはすごいね。さあ今一緒にね歩いております。顔見せはできないのでねあしからず。さあこれからね、私が今滞在しているね、オーキッドインです。オーキッドですね、ワイルドオーキッド、そちらにね今行くところです。この後ですね、ディナータイムということでねプールサイドでね食事をしようかなということになりまして、いやレイターライブバンド OK ライブバンド I wanna go ライブバンドライブバンドライマンゴいや、ライブライブバンド。み？シンバ。さあ、夜になりますとね、本当に景色が変わってきますよね。これ今歩いているところですね。これ。ワイルドオーキッド、ライトビューホテルのね前の通りです。これまっすぐ行くと左手にね、ホテルがあるんですけどね、まあ本当に夜になるともう賑やかしくなってきます。もう昼間とは全然違った顔を持っていますね。さあこれからね、プールサイドでね、ディナー食べようと思っております。さあ雰囲気がね、最高にいいところだと思いましたんでね、これから、アンヘルスの夜、これからね堪能します。はい。Can you speak Japanese? No? You know? さあ、まもなくオーキッド、ワイルドオーキッドですね。はい、こちらが入り口になります。さあ、夜になるとね、またちょっと雰囲気が本当に違います。さあ、1階ですね、ここ中入りましてね、奥がね、プールサイドになっております。はい。さあ、左手がフロントになってます。さあ、今からね、ディナータイムということに、します。思ったほどね、人は多くないような気がします。まあ、なんせ今日はウィークデー、火曜日ですのでね、まあ、こんなところでしょうかね。あとですね、時間もまだね、若干早めでなものですからね、本当に。さあ、感じのいいレストランです。はい。左手がね、プールです。プールサイド。ちょっと一泳ぎね、したくなっちゃいますよね。はい。さあ。こんな感じですよね。はい。綺麗です。さあ、最高の雰囲気ですよね。まあ、こんな親父が、こんな若い子と一緒に、こういうとこ来ていいんでしょうか。罪なおっさんです。本当に申し訳ない。まあ、とりあえずね、話の種にと思いましてね、ここに座ります。乾杯。ハンド、これ、OK? OK? ハンドオンリー。Okay? Where are you in Japan? Where? Where are you in Japan? Where? Nagoya. Have you ever been to Nagoya? Japan? No. This is shigoto. I know. San Fernando only. San Fernando. Japanese company. My boss, Osaka. Osaka. Boss.In 1 year, how many times you come Philippines? How many times? Me? April 15. April. Come back Japan. No, I mean 1 year. 1 year. How many times? Twice. About 5 times or 6 times. In 1 year? Yeah. Oh, every 2 months, 3 months, come back.Maybe 1 month. Come back. Can I say okay? We only, I don't know how to swim, but me swim only. Swim you. Okay. 皆さん今、ワイルドオーキッドで、ディナーのしてる最中です。隣には美女がしてる、ベリービューティフルガールね。ランプ OK、スタッフです。最後までご視聴ありがとうございました。もし動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching until the end. If you like the video, please subscribe to the channel.